ブンブンやる YouTube。 どうもこんにちは。本日なんですけど、今日はですね、新しい商品紹介をね、ちょっとやっていきたいなと思います。それがですね、こちら、ババーン、日清のどん兵衛鴨だしそばということでですね、今日はね、これちょっと買ってみたんで食べていきたいなと思います。僕ね、めちゃくちゃどん兵衛好きなんですけど、ちょっと鴨だしそばって多分初めてなんじゃないかなと思うんで、ちょっとどんな感じなんでしょうかね。早速ね、こちらね、こんな感じです。食べていきたいなと思います。おっ、おっ、おうおうおう、中には火薬と液体つゆがね、ちょっと入ってました。じゃあ早速ね、食べていきたいなと思います。ではね、ここに入れていきます。おお、おお、いい感じ。じゃあね、蓋をして3分待ちます。はい、3分経ちました。それではね、今からこれに液体つゆをね、ちょっとかけていきたいなと思います。おっ、いい感じです。こんな感じで、なかなか美味しそうですね。ではですね、今からね、ここにこの液体つゆをね、ちょっと入れていきたいなと思います。よし、おっ、それではね、いきます。おお、いい感じですね。お、めちゃくちゃいい匂いがしてくる。なんかつゆのいい匂いがね、ちょっとめっちゃしてきました。じゃあこんな感じでね、早速食べていきたいなと思います。ではですね、今からね、この日清のどん兵衛鴨だしそばをね、ちょっといただいていきたいなと思います。それではいただきます。めちゃくちゃ美味しそうなんですけど、ね、お、いい匂いがする。ではいただきます。うん、うまい。いや、スープもうまいわ。うん、うん、うまいですね。なんか出汁がめちゃくちゃ美味しいですね。スープがやっぱり鴨だしスープっていうんですか、これがね、あのめちゃくちゃそばにマッチしててね、ぜひ皆さん一緒に、ね、食べていただきたい、そんな感じの味になっております。うめえ。なんて言うんですかね、これ、このスープがめちゃくちゃ、鴨だしスープがね、そばに絶妙にね、マッチしております。ぜひ皆さん一度ね、うん、あ、熱い。うめえ。お茶もね、ちょっといただきます。これ生茶です。ぜひ皆さん飲んでみてください。あ、生茶うめえ。うまいです。ということで、こんな感じでね、ぜひ皆さん一度ね、このうまいです。ということでね、ぜひ皆さん一度ね、この日清のどん兵衛鴨だしそば食べてみてください。おすすめです。まあ、こんな感じでね、またいろんな商品紹介していきますので、ぜひ皆さんチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。